インスイクロープディア・オブ・アースは地球と自然環境、そしてそれらと人間社会との関わりをテーマとする無料で利用可能な信頼性の高いオンライン百科事典、環境問題やエネルギー問題などと関連した内容の記事が多い。記事は研究者や教師やその他承認を受けたエキスパートらによって執筆され、査読を受けた上でオンラインで公開されている。文章は 平易な英語で書かれており、専門用語の使用を極力減らすことで、研究者や教育者のみではなく、学生や広く一般の人々の間でも役に立つ、百科事典になることを目指している。エオエは、アースポータルの一部で、ニュースサービス、整理されたメタデータ、環境に関する、サーチエンジン、その他の情報源からなる。エオエは2006年9月に、 記事数約360の状態でスタートし、2007年5月現在の2300の記事を持つ、エオエのサイト構築、デザイン、及びメンテナンスは、アメリカのインターネットサービス会社、マニョネネットワークスが行っている、記事の執筆と公開は次の2つのステップを経て、行われる、ウィキシステムを使って、専門家が文章を執筆、編集する執筆編集作業が終了したら、 トピックエディターが文章が査読する。これをパスすればオンライン記事として公開される。記事の内容は執筆者のウィキ上で継続的に改定されていくが、その変更を公開されている記事にも反映させる。ためには再度の査読過程が必要となる。エオエは記事の執筆に関して中立性と公平性の方針を定めており、議論のあるテーマについて触れる場合は、両論を公平に併記し、 中立性を保つ要執筆者に促している。この方針の中で、百科事典それ自体は、環境問題に関してどんな立場も表明すべきでないと歌っている。エオエのテキストコンテンツは、すべてクリエイティブコモンズのアトリビューション、シェア・アリックライセンスの下で公開されている。このライセンスは次の二つの条件を満たせば二次的、著作物の制作や文章の商用利用も可能である。 ライセンスの詳細については、CC 倍差 -2.5 の要約及び原文を参照のこと。執筆者とトピックエディターズは、環境分野の科学者や教師、専門家によって担われている。執筆者、またはトピックエディターの候補者が AO への Wiki システムにアクセスするための資格付与の審査は、エンバイロメンタルインフォメーションコーエディションストアードシップ、コミュニティが行っている。 2006年9月へをスタート時点のストアードシップ、コミッティのメンバーは、以下の通り、ジムレスター、ピーター・サンドリー、ジェイ・メット・ダフィー、エミリー・モノッソン、シドニー・トレアガン、そして、カトラー・ジェイ・クリーブランド、編集委員は、同様に2006年9月時点で以下の通り、カトラー・クリーブランド、ラリー・サンガー、イダ・クビセフスキー、アレハンドラ・ロマン、アンド・ローラ・ド・アンジェロ、クリーブランドは、 ボストン大学の地理学と環境学の教授で、エディターイン、チーフ・オブ・ザ・イン・スイクロープ・ゲア・オブ・エネルギーの、ザ・ディクショナリー・オブ・エネルギー、アンド・ザ・ジャーナル・エコロジカル・エコノミクス、国際アドバイザリー・ボードには、以下の人物が名前を連ねている。リタ・コールウェル、ロバート・ W ・コール、ロバート・コスタンザ、モハメット・ H.A. ハ,ハッサン、トーマス・ホーマー、ディクソン、アンドリュー・ J ・ホフマン、スティーブ・ハブル、 サイモン・アシャー・レビン、ボニー・ジェイ・マッケイ、デビット・ダブケイ、ア、ラジャンドラ・ケイ・パチャウリ、フランク・シャー・ウッド・ローランド、BL ・ターナー。掲載されている記事は必ずしも書き下ろしのものばかりではない。外部のサイトや文献ですでに使用されている文章を絵を絵にふさわしいように整形し、査読を行った上で掲載している記事が多数ある。 こうした記事における文章の提供元機関のことをエオエではコンテントパートナーと呼び表している。コンテントパートナーから提供された記事元の記事同様、作読が行われ CC by SA-2.5 のライセンスで公開されている。2007年7月現在以下の34の外部機関がコンテントパートナーとしてエオエに文章を提供している。ありがとうございます。